ビトゥルボは、イタリアの自動車メーカーマセラティが1981年から1994年まで製造した乗用車である。ビトゥルボという名前はイタリア語でツインターボを意味し、その V6 エンジンに、石川島張魔獣工業製の2つのターボチャージャーが備え付けられていたことに由来する。創業以来、スーパーカーメーカーとして知られていたマセラティにとっては、初めての量産車で、 当初は2ドア4人乗りクーペとして登場したが、あと2座席オープンや4ドアセダンも追加投入された。ビトルボの名が消滅した後も、カリフ228レーシングシャマルギブリ2など、V8 エンジンを搭載する大型の、クアトロポルテ3以外の、1997年までの間に生産された全てのマセラティ社のベースであった。デトマソは1976年シトロエンから、 マセラティを買収した。当時の同社は、第一次オイルショックによる主力の北米市場での販売減退親、会社、シトロエンの経営行き詰まりトップ上による救済合併という状況下、存亡の危機にあった。マセラティを手に入れたでトマソは、この名門スポーツカーメーカーのブランド力をもっと買いやすい価格の乗用車の販売に利用したいという野心を抱き、 2ー級の4座席スポーティーカーの開発に着手した。設計は同社のエンジニア、ピエランジェロ・アンドレアーニが担当した。内外装のデザインも自社で行われたが、フロント周りやウッドパネルや本側をふんだんに用いた内装に、当時のマセラティの主力車種でジョルジェット・ジュージアーロがデザインした、クアトロポルテ3との近似性が現れている。 こうして1981年12月14日、マセラティの創業記念日に発表されたビトルボは、純粋なスポーツカーというより、スポーティーな乗用車であり、2ドアノッチバッククーペの車体寸法は、当時の BMW323i よりもやや、小さいが、豪華な内装と、高度な設計のエンジンを持ち、価格は BMW よりも高い、という独自のポジショニングを狙った商品であった。 アルミ製90度 V6 サイチェシーツインターボ付きエンジンはメラクの 2000cc モデルをベースにしたもので元をたどればマセラティの名義市長ジュリオ・アルフィエーリンが設計した回一レーシングカー用 V8 エンジンに由来するデビュー当初はキャブレター付け 1995cc180 馬力で最高速度は時速 215km をマークした 当初の 2000cc という排気量はそれを超える乗用車には車両価格の38%の特別税が課せられるイタリア国内向けに用意されたもので1982年にはエンジンを 2491cc185 馬力に増強した輸出向けのビトルボイが投入されたビトルボは当初マーケットに好評で迎えられピーク時には年産5000台以上を記録して マセラティを倒産から救ったが、信頼性の低さや維持メンテナンスの困難さから、次第に人気は低下した。ただし、1994年に、フィアット参加に入ってからのギブリ2、クアトロポルテフ4などの更新車種では、次第に信頼性は高まったとされる。222SE1983 年には、黒塗りのフロントグリルやボンネット状のエアスクープで、スポーティな外観とし、 ターボチャージャーにインタークーラーを装備して 1995cc205 馬力、2491cc196 馬力に、それぞれ強化した、ビトルボ S が誕生した。1986年には、ドイツボッシュの KE ジェトロニック電子式、燃料噴射付きとなり、1995cc185 馬力の、イタリア国内向け、ビトルボ I。 225馬力のビトルボ SI 2491cc188 馬力のビトルボ 2.5SI となった。1988年にはマイナーチェンジと共にビトルボの名が落とされ、イタリア国内向けマセラティ 2.24V222E222SE222SR222V、e、となった。また、 最高性能版として 1996cc285 馬力のマセラティレーシングも1991年に作られた。マセラティがデトマソからフィアットに売却された翌年の1994年、ビトルボ系は大幅なマイナーチェンジを受けてギブリ2に発展した。4301983年には4ドアセダンが追加投入された。 ホイールベースは 2600mm に延長されて、後席居住性に配慮がなされた。当初は 2491cc200 馬力のビトルボ425として登場し、その後イタリア国内向けのビトルボ420が登場。1986年以降は、クーペ同様燃料噴射付きとなり、ビトルボ 420i、420s、ビトルボ 425i。 ビトルボ430となった。1990年以降は2度は同様ビトルボの名が落とされ v、4.18V、4.24V、434V に車種が整理され、1994年にはクアトロポルテ4に発展した。スパイダースパイダーは1984年の鳥のショーで発表された。セダンとは逆にクーペのホイールベースを 2400mm に、 短縮主に座席として、カロッツェリアザガートがオープンボディを仮装した。クーペ同様、ビトルボアイビトルボ2.5、ビトルボ 2.8i その他のモデルが用意されたが、1991年以降はスパイダー3に社名変更された。日本へは当時の総代理店ガレージイタリアによって、隠しモデルが相当数輸入された。 新車当時は特にその豪華な内装がバブル景気に差し掛かりつつあった当時の日本で話題を呼びダッシュボード中央にアナログ時計を設置するデザインは当時の三菱、ディアマンテや日産、ローレルなどにコピーされた。ありがとうございます。